反ヨーロッパ主義、または反欧州主義とは、欧州全体を一体的に捉え、一つに統合する、あるいは一体性を高めることを思考する思想のこと。教義には、リハルトクーデン報フアレルギーを講師として1920年代から始まる欧州統合活動を伴う思想を指す。古代ギリシャ、古代ローマキリスト教の影響や、アジアアアフリカやイスラム教徒の対比などにより、 欧州には近代以前からこの地域を一体的に捉える発想が醸成されてきた。典型的には中世における十字軍にそれを乱すことができる。しかし中世末期から近代にかけてカトリックと正教会及び宗教改革によるカトリックとプロテスタントの対立や細分化した民族主義、合理主義、遺物論、社会主義等の台頭によりこの地域は 急速に共通の基盤を失い、分裂、対立していくことになった。そのような情勢を背景として、地域の混乱を収集すべく、リハルト空伝報フカレルギーによって提起され、対等してきたのが、近代における反欧州主義であると言える。アメリカ合衆国の対等や、第二次世界大戦による戦火とその後の植民地の喪失による欧州の没落、疲弊などもあって、 この考えは欧州内に広く浸透していき、現在の欧州連合をはじめとする欧州統合活動全般を支える思想的基盤となっている。絶対的なものではないが、反欧州主義の反中を支える共通の条件としては、主に以下を挙げることができる。これらが複合的かつ柔軟に組み合わされた反中が反欧州主義の対象となる。このうち人種に関しては、 人種差別との関係や移民、根血によりタブーであると同時に現実にあまり意味をなさないものになっている。保守的な人々に最も拠りどころとされる共通条件が宗教であり、それは時としてイスラム教徒の摩擦を引き起こしたりもする。ありがとうございます。